Kiryu. Aniki. そうか。分かった。ご苦労。 どうやら神田の組が4代目に勝ち込みかけられたらしい。それで組の上層部は壊滅状態。たった一人で神田とやり合うとはさすがだな。堂島の竜の名は錆びついてねえようだ。どうやら桐生さんは例の沖縄の一件で動いてるようだ。 あんたがこの計画に乗ってるという情報をつかんでいるかもしれん。そうなら次に桐生が攻め込むのはあんたのところだ。 沖縄のリゾート計画、 あんたに紹介したのはこの俺だ。リゾート建設に関わる利権、あんたの組に入る金は1000億は下らない。今俺らの中で6代目を弾いた可能性が高いのは間違いなくあんたなんだぜ、真島の兄さん。 俺はカムロ町をこの手に収めたい。それがどういう意味か分かりますよね。
今桐生さんに暴られたら一番困るのはあんただ。やり方は任せます。後始末しっかり頼みましたよ。もう一軒行きましょうよ。次はどこ連れてってくれるんですか。もう兄貴も持つ飲みましょうよ。キリュウ、とんでもない情報が入ったぞ。今日の夕刊です。うちの政治部のスクープです。ついに防衛大臣のタミヤが民事党と沖縄県議会をまとめたようなんです。つまり基地拡大法案の成立は確実ってことか。基地とリゾートはもともとワンセット。基地が動き出したことでリゾートの開発も一緒に動き出したってわけだな。これでどうしてリゾート開発が再開されたのかが分かりましたね。ところで桐生、このリゾート開発、裏でとんでもねえ奴が絡んでるようなんだ。政治部の記者宛てに届いた情報です。匿名の情報筋からこんな写真が。これはどうやら鈴木が仕掛けているリゾート開発、裏で建設の利権を得ようとしていたのがあの真島組らしいんだ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お、
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。はあ、いや、ああ、
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ん？あれは。サジオ！いや、あそこでは売ってないんだよ。嘘だ！ブーちゃんって書いてあるもん！あそこは、その、おもちゃはおもちゃでもだな。売ってないんだよ。わかんないよ！あそこでは、出ないで行くよ。ダメだ。そこだけはダメだ。お母さんに言いつけるぞ。ひらめいた。典型が。真島の兄さん、すまんのキルちゃん、驚かせてしもうて。これはま、俺なりの防御策や。最近は危のうて
堂々と事務所構えることもできへんからな。ようこそ真島組へ。ま、地下でゆっくり話でもしようや。懐かしいな。2年前まではここで俺も戦っとった。キリュウちゃんよ、こんな俺にもな、極道としての筋っちゅうもんがあるんや。たとえ俺がそいつにはめられたとしても、ただで口割るようなことはできへん。口を割らせたかったら喧嘩で白黒つけてからにしようやないか。そうだったな、俺らはいつもそうやって生きてきたんだったな。闘技場の絶対王者、大島の竜桐生一馬 vs 石岩の魔王、島野の強肩こと闘技場の帝王真島五郎。2年ぶりに帰ってきた怪物2人、果たしてこのリングで生き残るのはどちらの怪物か。いや、キリュウちゃんはずっと変わらんな。ほら嬉しいで。やっぱり俺らにはこのやり方がお似合いや。ああ、そうだな。さあ、手加減はなしや。思いっきり行くで、キリュウちゃんや。今、ゴングです。来いよ。スイッ
しい。ついな、キルちゃんよ。ほな、約束や。ゆっくり奥で話でもしようか。ああ。